いいなねえ、しーちゃん、これウェディングドレスいいね、これね、うん、は？素敵ね。素敵ね。ビデオはね。ねえ、四番目のが一番良かったよね。四番目？何の？ほら、さっきのビデオよ。じゃあ、女がたくさん飛んでるやつ。片栗粉、出てくる。ああいうところがいいのよね、私たちの場合も。まあ、いずれ考えましょう。あ、それとね、指揮はサレジオ協会。なんだそれ。知らないの？ほら、タレントとかがよくやってるじゃない。有名なところなんだよ。あ、見て。はい。私さ、あそこの協会にずっと憧れてたんだよね。素敵だもんな、あそこ。やっぱり断然式は教会よね。ね、しゅーちゃんもそう思わない？うん、上出来。はい、マジで。あな、私たちもさ、いつかあんな教会で今までの最高傑作だ。やっぱ俺って才能あるのかな。逆にやめてオープンになっちゃおうなんつって。私たちもさ、いつかこんな教会で。はい、ご覧にしましょう。はい、いただきます。すごい。これで式だけの分？うん、ハネムーンのはね、現像中。あ、どうでした？ヨーロッパ6カ国。とにかく広いからね、やっぱり2週間あっても取りこぼしちゃった。あ、このドレス素敵でしたよね。うん、私はね、3回目の方が気に入ってるの。あ、チャイナドレスでしたっけ。あれもすごい似合ってた。いいな、リカさんは。タイちゃんだってもうすぐじゃないの？うん、あいつなんか全然そんな気ないみたいだし。ガーゼ取るよ。はい。へい。あと2時間は麻酔効いてるから、お茶なんか熱いの知らずに飲むと口やけどするよ。はい、じゃあお返してください。タイちゃん、診療中。北海道のお家から電話。はい、もしもし、お母さん。うん。え、お父さんが？はい、歯科衛生士さんでしたっけ。美人っすよね。羨ましいっすよ。それでなかなかのじゃじゃ馬よ。こないだもよ、あんまり暇だから結婚式場の案内センターってとこ行ったんだよ。え、先輩とうとう結婚するんですか。冷やかしだよ、冷やかし。婚約したカップルになりすまして。あとコーヒーがタダで出るんだろ。結構マジになっちゃうんだよな。そりゃそうっすよ。なんて言ったって女っつうのはそのこう夢があるんですからね。確か先輩、この間二人で友達の結婚式行ったって言ってませんでしたっけ。うん、勤め先のジムの子。これがまた豪華絢爛で。まずいな、そういうのがあるとこうますます拍車がかかっちゃうんじゃないんですか。バカ、俺たちにはまだ早いよ。若森先輩、ウェディングドレスもいいけど、こいつは打ち掛けの方が結構似合っちゃうんじゃないんですかね。寺岡。はい。じゃ、お前わいせつなこと考えてんじゃねえよ。はい、もしもし、予算係です。はい、はい、少々待ちを。噂をすれば。もしもし。おう、お前この2日何してた。いや、アパートいくら電話しても出ねえからよ。北海道？ことが？お父さんが？でもそれはあれだろ、あの手術とかすれば。
どうしてそんな急に。喉の奥にね、痛みがあったみたいなの。前からずっと。急にってわけじゃなかったみたいなのね。でもずっと黙ってたらしいの。父さん医者行くの大嫌いだから。父さんのタバコの量が減って母さんが聞いたから分かったの。それでようやくこの間健さんに連れてって、そしたらそのことお父さんは？もちろん知らない。慢性の喉頭炎だってごまかした。だから母さん私に早く東京戻れって、ずっとここにいたら変に思うから今まで通り東京で働いててくれって。なんだか妙に覚悟決めちゃってそんなこと言うんだよね母さん。だけどそしたら私これから父さんに何もできない。そりゃね、今すぐどうなるってことでもないみたいなの。でもあと1年、もしかしたら半年。あたし今日ね、飛行機乗るときにもし隣に座る人が男の人だったら父さんの病気の進行がこのままで止まる、で年を取ってれば取ってるほど長く生きられるなんて自分で決めて。隣に座ったの女の人だった。私よりも若い子。そんなこと全然関係ねえじゃねえかよ。失礼します。お疲れ様。お疲れ様でした。どうも。しゅんちゃん。こんにちは。あら、仕事は今日ね、サボっちゃった。はい。あら、虫歯、うん、だったら先生いないのよ今日、給油できちゃって出かけちゃって。ええ、虫歯じゃないの、あの。あ、そっかそっか。そうだよね。相変わらず鼻裏汚いな。お、あ、虫歯1本、2本、ちゃんと前言った通り磨いてる。うん、うん、でもまあ歯石取りに来るだけ関心だけどね。うん、うん。たえちゃん。はい。先帰るね。はい、じゃ。何、まだ終わってないわよ。なあ、たえ子。ん、結婚しよう。結婚しよう。嘘。早く結婚してお父さん安心させてあげよう。去年は弟が嫁さんもらって残るはお前だけだっていうのがお父さんの口癖だろ。俺たちにできることって言ったら。ごめん、ごめんね、しゅんちゃん、変なこと言ってごめん。あの、無理しないで。しゅんちゃん、こんなことで結婚決めちゃったらさ。バカ、無理してこんなこと言えるか。俺なりにこの3日間きちんと考えた。考えて出た結果だ。まあちょっと早くなっちゃったけどな。俺で嫌じゃなかったら
いやほらあれだ、ほら、はい、仲良くやろう。はい。大丈夫だよな、まあ、でもね、うん、一つだけ問題があると思うんだ。問題って？父さんにしてみたらね、しゅんちゃんっていう男の人が今突然現れちゃうわけでしょ、うん、果たして父さんが気に入ってくれるかどうか、それが問題だと思うわけよ。そりゃね、早く嫁に行って俺を安心させてくれっていつも言ってるんだけどさ、いざその人を見て気に入らないと多分大変なことになると思うんだよね。俺じゃ気に入ってくれそうもないって言うのか。わかんない。わかんないってそれの責任だろ。だってわかんないんだもん。もし気に入らなかったらどうなんだよ。うん、言えよ。これはあくまでも過去のケースなんだけどさ、うん、高校の時に付き合ってた男の子がね、どうも父さんの気に入らなかったみたいなのよ。そんで父さん頭にカーッと血が上っちゃって、その男の子追いかけ回しちゃったのよ。カマ持ってカマ二人で20丁ぐらい走ったわね。20丁って2キロちょっとね。気に入ってくれるといいんだけどな。タエちゃん、何ビクついてやがんだよ。特別に悪いことするわけじゃあるまいし、結婚させてもらいますって真正面からぶつかれ、それだけだよ。そう簡単に言うけどよ、なんかこう秘訣みてえのねえかな、向こうが俺を一発で気に入っちゃうような。ないない、そんなもんあるわけねえって。まあ俺の場合はこの店継ぐっていうのは条件だっただけでよ、意外とすんなり。まあそれでも今まで黙ってやがってやつ、最初は灰皿飛んできたけどな。マジかよ。お前も一刻も早く言っといた方がいいぞ。急げ、農家はもう布団敷いてるぞ。直子さん順調だってさ、お腹の赤ちゃんもう動くんだって。大悟帰ろう。え、ちょっとねえ、ここでご飯食べてくんじゃないの。ご飯ね、あと。いや、ですから区の予算をですね、今年は少しこっちを削ってこっちを少し多めにしてみようとか、そういう調整をしたり。はっ、24です。今年で5、大悟さんより一つ年上になります。いや、馬です、馬年。え、落とせやっと出ました。お願いします。元気そうだったよ。あ、で？で、実は突然ですが結婚させてくださいって。そしたら？分かったって言った。お父さんが？え、お父さんが分かったって言ったの？あ、やった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 。分かったって言って。それから、うん、それから鎌トイレ待ってるって言って、ガチャ最初はこんなもんだよな。な、最初はこんなもんだよ、うん、こんなもんだ最初は、うん。お父さん、その後体の具合はいかがですか。今日電話した若森さんってこういう人。1年ほど前から付き合っていました。今まで黙っていてごめんなさい。でもとっても気のいい優しい人で、きっと気に入ってくれるって私思っています。結婚したいの、どうか許してください。結婚したいの、どうか許してください。妙子、妙子ちゃん、言えよ、何が気に入らねえのか言ってみろよ。そんなにこれが気に食わねえのか。だったらなんでさっきの店で言わねえんだよ。だってあそこで揉めたらみっともないじゃない。お前これが一番いいって言ったろ。だってあん中でそれが一番良かったもん。じゃあなんだよ。それなら言う。
おう。しゅんちゃん、お給料いくら？お給料？だいたい手取りで16万ちょっとかな。あのね、婚約指輪っていうのはだいたいお給料の3倍っていうところが相場なのね、一応。3倍って言うと、お前だって、だから私たちの場合で言うと50万。50万？お前、今の俺たちが指輪にそんなかけれるわけねえだろ。ローンでも組めっちゃうのか。婚約指輪ローンで組む人なんかいないわよ。3万8000円じゃ気に入らねえって言うんだな。そうじゃない。でもさ。でもなんだよ。でも大体こういうのって安くても30万くらいとかって言うしさ。いいか、婚約の記念の指輪が自分の払える範囲の金額になるのは当たり前だろ。自分たちの力で無理のないことするのは普通じゃねえのか。俺が精一杯働いてその金で買った指輪が気に入らねえんだな。すいません。あ、お姉さん、お姉さん、これもしよかったらどうぞ。もうこれいらなくなっちゃったんですよ。これ酔っ払ってますから。おばちゃん、ご飯。はい、マリコさん、もう先輩の婚約のこと知ってますよ。なんで知ってんだよ。やっぱ生産済んでないんだ。あ、あいつとはもうとっくに自然消滅。もう何の関係もないの。でも彼女がまだ終わったつもりじゃなかったら。ほら、ご進行もらってた。おばちゃん、どうもね。できたよ。レッツ結婚。幸せシンフォニー。彼の名前は恋泥棒でした。なんだこれ。ほら、こないだセンターの人がくれた式場案内、捨てないでよかったよ。あれね。どこにしようか。目標としては3ヶ月後でしょ。でもな、こういうのって1年とか1年半前から予約するからね。予約取れるかな。あ、でも対案とかにこだわらなきゃ大丈夫だよね。あんまり浮かれんなよ。別に浮かれてなんかないよ。そう、あとは教会が予定する日に空いてるかどうかが問題。うん、なあ太鼓。ん？お前、あのサルジョ教会、本気か？もちろん。なんで？なんか嫌なんだよ。え？クリスチャンでもないのに教会で式あげんの。そんな、今時そんなこと小学生でも言わないよ。みんなね、関係なくやってるんだから。みんなはやってても俺はそういうの嫌なの。嫌だって。だって私は。それに披露宴をそういう結婚式場でやるのも反対。嫌だ。どうしてよ。だってそういうとこって料理とか式次第とか全部お決まりだろ。なんかね、心が感じらんねんだよ。見たらこの間の理科のド派手な披露宴、もうあれうんざり。自分の時は絶対嫌だと思ったね。じゃあさ、結婚式どこでやるって言うんですか。それは今から考える。とにかくそういうところでそんなド派手にやることねえだろ。知らないもん。それ本気で言ってるの。大吉、そんないくらかかんだよ。まあそりゃ3万から4万でどこ。3万から4万何が。だから招待客1人当たりの値段、こういうのはそういうふうに計算するってこないだ係の人が言ってたでしょ。一人当たり3万ってことは、だからつまり100人呼んだとしたら3万かける100、300万。だからこの表よく見てよ。いろんなものがね、込みで入ってんの。ほら、貸し紙は別でこっちの方なんだけど、お色直し3回セットで30万から50万。貸し紙別。そう、引き出物も別。ほら、こういうのってさ、人それぞれじゃない？ちょっと待てよ。30万から50万って俺が言ってんの。普通の、ほら、ごく普通の。普通のよ。なあ太鼓。うん？どこにするか決まった？日本人ってのはよ、よっぽど金が待ってんだな。よくこんなバカバカしいがね、みんな素直に払うよ。バカバカしくなんてないよ。みんな多少は無理してでも一生に一度のお祝い事なんだからさ。あ、でも
のね。こっちの方がもう少し安いんだよ。ほら234万。ってことは一人当たり23,400円。その割には設備だって見劣りしないし、若い人に結構人気があるって係の人言ってた。いいな。ああダメだ、完全に金銭感覚が麻痺してきた。だって世の中の若者はどん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 大人の悪巧みにハマってくんだって。今日じゃあどうしてもこういうところでやらないつもり？当たり前だ。だってこういう金がどっから出てくるって言うんだよ。だけどさ、なんだよ、親とか親戚とかは実際にこういうことさせたがると思うし、お金だって親に頼めば何とか出してもらえると思う。はか言えや、これは俺たちの結婚だぞ。お前親から金せびるっていうのかよ。せびるっていうかさ、うちね、田舎だし、こういうこととてつもなく重大に考えるの。誰それの式は盛大だったから、せめてうちもあのぐらいやらなきゃなって。だから、親がほとんど全部負担してでもそういうさ。ああ、なんでそんなくだらない見えはんのかね。北海道の結婚式ってね、会費制なのよ。だから、招待する人たちも、こっちとは全然桁が違うわけ。200人とかはザラ、300人とか、豪勢なうちは400人。400人そんなに呼べるわけねえだろうがよ。もちろんそうよ。だって東京の式とはまた違うんだから。あ、でもきっと北海道の感覚で単純に人数から比較し始めるでしょうね。まず式場の格でしょ、料理の中身、あと引き出物。父さん負けず嫌いだからな、きっと豪華にやりたがると思う。しゅんちゃんのそんな考え聞いたら、かえって父さん悲しくなると思う。太鼓、俺なこんなとこで式あげなくてもお前のお父さんが納得できる結婚式あげてやる。金なんか使わなくたってみんな若いってバカにするかもしれねえけど、俺の力でできる最高の世界一の結婚式絶対あげてやる。知れないけどさ、女はなんて言ったってあの白いドレスにちっちゃい時からずっと憧れてきたわけじゃない、ね、そうそう、タエちゃんの人生の大目標であるウェディングドレスとサルジオ教会にどうしてそんな反対するわけ。何考えてんのしゅんちゃんは。でしょ、私もそんなこと言う人だとは思わなかった。私しゅんちゃんに言ってあげよっか。一生に一度のことなんだもん、もう少し女心ってもんをね。面白いよこれ。何ですか800万。それは婚約から式、披露宴、新婚旅行、新生活の準備全部含んだ額だけどね。平均的日本人がそんな途方もない金を結婚っていうたった1回のセレモニーにかけてるわけ。もっともあんたの時はもっとかかったろうが。かかりますよ、このくらいは普通にかかりますよ。そうかね、私やっぱりこれ異常だと思う。それに今の披露宴はやりすぎ、呼ばれた大人がいい迷惑。それはね先生、勝手な男の理屈ですよね。タイちゃん、重要なのは結婚式をどうやったかじゃない。その若い二人のそれからの暮らし方、そっちの方をもっとちゃんと考えてほしい。初めだけ立派な披露宴やったって仕方ない。初めも立派でその後も立派だったらもっといいんじゃないですか。とにかく私若森君の意見に賛成。どんな披露宴してくれるのか今から楽しみ、そう伝えといて。Thank you. 実はさ、俺も昨夜お袋と大喧嘩しちゃった。普通の式場であげないってどういうことだ、だって。そりゃそうよ。こういうのはね、プロに任せておいた方が無難なんだって。俺も半分そうなのかなって思っちゃった。だからだけど、水谷先生が味方についてくれたんだろ。俺自信ついちゃった。よかった。いや、だからね、それに対して理香さんが乾燥機終わったね。うん、はいはい、太鼓、お父さん具合どうだ。うん、あ、今のところ何も。ありがとう。こんな時バタバタさせちゃって悪いな。ううん、そんなことない。だってこれは父さんのためでもあるわけだし、それに私、いろいろ忙しい方が嫌なこと少しでも忘れられるからさ。
でもね、こうやって東京で暮らしてるとさ、なんだか本当にそのことを忘れそうになって、もしかしたら父さんの病気も嘘だったんじゃないかなって思う時がある。嘘になるかもしれねえじゃねえか。奇跡が起こるかもしれねえぞ。でもそんなことはないのよね。私だって専門の知識まるっきりないわけじゃないもん。奇跡なんか起こらないことわかってる。私ね、なんだか変なんだけど、母さんどんな気持ちなのかなって思う。自分の好きな人がいなくなっちゃうんだもんね。20年以上も一緒に暮らした人がさ、突然。私近頃そんなこと思う。自分が悲しいとかよりそんなことばっかり考えちゃうよ。私はしゅんちゃんと結婚してさ、母さんは太鼓。遅くなると言ったろ。明日から大売り出しなんだよ。結婚式のことだけどさ、俺もいろいろ考えた。お袋の言うこともわかるんだけど。もういいよ、ゆうべは母さんもちょっと言い過ぎた。お前が好きなようにやればいいよ。悪いな、絶対恥かかせるようなことしねえから。そう願いたいね。それから住まいのことだけどね、あんたたち二人で住んで構わないからね。え？その人がいくらいい子だからって一緒に住んだらやっぱりうまくいかないことも出てくるだろう。私はね、旗でいろんな嫁姑を見てきたからね、別々で暮らした方がいいよ。だけどいずれお袋と同居することになるんだから、最初から一緒に暮らした方がいいんじゃないか。まあそれはあいつとも今度ゆっくり話してみるよ。母さん、ずっと一人で暮らしてもいいと思ってたんだよ。実の親子だって夕べみたいに喧嘩して気まずい思いするだろう。まして他人じゃなおさらだよ。この年になってもう人様とガタガタいさかい起こしたくないんだよ。一人の方が気楽だよ。高森さん、こっちお願い。はい、今行きます。じゃあね、分かったね。変な気を使うんじゃないよ。ん？異常ないのね。そう、よかった。あ、母さんも頑張って。私何もしてあげられなくて申し訳ないけど。あ、ねえ、それから母さん、父さんまだ結婚のこと。そう、まだへそ曲げてるんだ。うんうん。あ、ねえ母さん、私もさ、また手紙書いてみるから、母さんからもうまく説得してみて。お願いします。まだ、あ、今いろいろ検討してる最中だから決まってから話す。うん、うん、うん、おなこおどさんはまだ、ああ、
そういうことも早く決めなくちゃまずいよね。仲人ね、必要ないな。必要ないってね、仲人頼まないっていうの？だってさ、頼まれ仲人ってある意味ないだろ。それぞ見合いだったらその仲を取り持った人が仲人とかするんだろうけど、俺たちの恋愛なわけだから。それだって普通仲人頼むじゃない。だからそういう古い習慣にとらわれた無意味なことはやめようって言ってるの。あ、それから俺いろいろ考えたんだけど、お前言ってただろ、あの北海道形式とかいうの、あれのいいとこいただきな。あれにしよう、俺たちの披露宴、会費制のパーティー形式。会費制だなんて東京じゃみすぼらしいよ。少ない予算で大きな成果、こう見えても区役所の予算係6年の大ベテランだからね。任せとけって。あとあれだ、引き出物、俺ちょっと工夫したいんだよな。あれやなのよ、あの熊の置物とか、あとタイの形の砂糖とか、あとあれ新郎新婦の写真入りの皿、あれ絶対避けよな。何がいいかな、飲んでねえでさ、ちょっとあのちょっと、ね、もらった方がね、ちくしょう悔しいなこの野郎みたいなね、そういうのが、食ってねえで考えろよ。俺ばっかり考えてんだから。梅か、結局さあ全部勝手に決めちゃうんだ。話し合うとか言っといて。勝手じゃねえだろ、ちゃんと話し合ってるよ。これのどこが話し合ってるっていうのよ。じゃあ意見があるなら言えよ、なんかあんのか。もういい。だけどその代わりね。その代わりなんだよ。お客さんお釣りです。あ、すいません、280円お釣りになった。280円お釣り。どうも。どうもありがとうございます。おい、このこと全部しゅんちゃんから説明してよね、うちの父さんに。え、おい、ちょっと私説明できませんから。ちょっと待てよ、いい子だから。しゅんちゃんはそれでもいいのかもしれないけどね。それじゃあ姉さんの気持ちはどうなるの？母一人子一人でもよそ様にバカにされないようにって、あんたの母さん今までどれだけ苦労してきたか。今まで人並みに人並みにって頑張ってきたんだから、結婚式だってせめて人並みに出してあげたんじゃないの？あんたたち夫婦が当分デイクさんと別居することだってね、口じゃそんな強がり言ったかもしれないけど、そこんとこは姉さんの気持ちさせてあげなくっちゃ。そうでしょ。あら帰ってきた。いい、私がこんなこと言いに来たのって秘密よ。あら来てたの？おかえり。大変ね、残業。でも今週だけだからね。しゅんちゃん親孝行だと思ってね。姉さん、こういうのは女のしたいようにさせてあげるっていうのが男の解消ってもんじゃないの？何とこのぐちゃにぐちゃぐちゃ言って。珍しいですよね。一般的には男性側ってこういう段取りもう面倒がってやがるのに。そうよ、黙ってるわよ普通。いや、先輩の勝負なんじゃ、何でも自分でやらなきゃ気が済まない。リカさん、そこが旬のいいところでね。それにタイちゃんとのことを真剣に考えてる証拠。真剣に考えてるなんせ俺がたまんなのあれっすよ、あの新郎新婦のスライドでしたっけ。あれは面白いじゃない。赤ん坊でっからの写真なんて俺別に見たくないっすよ。それから二人に無理やりキスさせようとしたり。今は頬じゃないんすよ、タンコさん。もはや口と口っすよ。女のは常識でしょ。常識なんですか？常識なわけねえだろ。会費制でやるくらいならさ、いっそ入籍だけにしちゃった方がよっぽどいいよ。その方が私よっぽどいい。それじゃ俺のプライドが許さないんだよ。へえ。何？そんなのがしゅんちゃんのプライド？大金出すのが嫌で小金で済まそうっていうのがしゅんちゃんのプライド？大金出すのが嫌で言ってるんじゃないよ。無駄なところにわざわざ金使うことはないって言ってんの。私は無駄だとは思わないけど。無駄じゃねえか、たった一日なんだかね。大切な一日じゃない。少しでもお金かけていいから正式にやりたいじゃない。あのな、もともと結婚式とか披露宴に正式も正式じゃないもないんだよ。こういう二人が新しい生活を始めるからよろしくって挨拶をするのが目的なんだ。でもあんまり勝手やったらマナーに反することだってあるでしょ。大して根拠もない世間の風習に合わせることがマナーかな。俺はそうは思わないけど。なあ太鼓、俺な、結婚っていうのは愛し合う二人が互いに大事に思い合って高め合って支え合って
そういうことなんじゃないかなって思うんだ。これからの長い人生、他人に迷惑はかけず、平和に、平凡に、静かに暮らしていく。そういうことじゃないのか。本当に大事なのはそういうことで、式は自分たちのできる範囲で、無理のないもの。そう思うんだ。結婚っていうのが、お互いを大事に思い合うことならさ、今だって大ちゃんのこと大事に思ってあげなさいよ。そりゃ俊ちゃんの言ってることは全て正論かもしれないけどね、女はやっぱりウェディングドレス着て教会で式挙げてホテルで披露宴したいのよ。そういう大ちゃんの気持ちだって少し分かってあげなさいよ。本当にお父さん、なんて言ったらいいやらね。でもね、この頃の医学はどんどん進んでるし。母さん、もうやめよ。私何もそんなつもりじゃねえ、妙子さん。はい。それにしてもこんな安物の指輪一つでお恥ずかしい。気に入ってますから。まあ、この子ったら式は式場であげないとか、まあ、披露宴はどこかの公共施設を探してやるとか、も全部が全部むちゃくちゃなことばっかりで、も私あなたのうちの方に何て言われるか気が気じゃなくて。もあ、いえ、そんな。旬は言い出したら聞かない子ですから、もだいぶあなたにもご迷惑かけてるんじゃないんですか。そんなことないよな。まあ、こんな息子ですけどね、末永くよろしくお願いします。いやお母様、どうぞどうぞ、お手をお上げください。せえ、はい、いや違う、あ、違う、お手をお上げくださりまして。この寿司味変わったね。どうだい、とりあえずこっちが圧倒したかね。なんだよ、嫁さん圧倒してどうすんだよ。いや、こういうのは先に自分のペースに持ってかないと、これからの長い付き合いのためにもさ。女には女の世界があるのなんてね。あたいこさん、はい、お待たせのケーキいただきましょう。はい、どうぞ。はい。来てこー、はい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 、来てこー、はい、はい、はい、はさ、いつになったらうちに来てくれるの？北海道？そうよ、だって式の前に一度も会ってないなんておかしいじゃない。でも休み取れないしさ。それにほら、電話で挨拶する。だって許してくれてないでしょ。そうだけど、だいたい私こんな式にするなんてまだ言ってないんだから。言ってないの？だってしゅんちゃん自分で直接会って話すって、それが筋だからって、そういう約束でしょ。もういつになったら会ってくれるのよ。会って許してもらわなきゃ話にならないじゃない。あたしの身にもなってよね。ペンでいいじゃねえか。おい、マヌケしてんのか。どうして？だって仕事の時はつけられないもん。休みの日くらいはさ。俺嫌だって言っただろ、忘れたのか。忘れてないけど。やめろ、すぐ取れ。何それ。なんだよ。あ、それは水前のお願いですか。お願いなんかじゃねえよ、命令だ。命令？あ、命令って何よ。しゅんちゃん結婚決まっちゃうと私に命令しちゃうわけ？私はあなたに命令されちゃうわけ？あなたが上で私が下なわけ？なんだよ、突っかかんなよ。突っかかってるのはどっちよ。
分かった、もうやめよう。ごめん、はあ、これなんで字が右に寄っちゃうのかな。じゃあさ、長い住所だな、これいい加減にしろよ。これしゅんちゃんもそのプリントの T シャツ下着代わりに着るのやめたよね。ワイシャツから絵が透けて見えて私恥ずかしいから。それ俺の勝手だろ。じゃあマニキュアだって私の勝手じゃない。だからマニキュアはもういいって言っただろ。結婚式に関してはさ、全部しゅんちゃんの言う通りにしたんだから、だからそのシャツだけはやめてよね。父さんの病気で私の足元見るみたいにしてさ、全部勝手に一人で決めちゃったんじゃない。そんなのずるいじゃない。たまには私の言うことも聞いてよ。そういうの思ってたのか。え、やっぱりお前そういうの思ってたんだな。何よ。本当はこんな結婚式嫌なんだろ。本当はあのサレジオ協会でウェディングドレス着たかったんだろ。そりゃそうよ、前から言ってるじゃない。だけど。だったらまだ間に合うぞ。間に合うって？俺なんかと結婚するのはやめて、お前の思う通りに結婚させてくれる男とウェディングドレスでも十二使徒でも着せてもらえばいいんだよ。新婚旅行だってオーストラリアでもアルゼンチンでも、あいつなんかいいんじゃねえか。ほらあの苗場でナンパされたあの大阪の家具屋の息子、あいつなかなかいい男だったもんな。なねえ、なんだよ。今になってさ、どうしてそんな意地の悪いこと言うの？私の方が立場弱いから。一方的に命令されたり怒られたり嫌味言われたり。だから俺はそういう考え方がムカつくんだよ。立場が弱いだろなんだろって、言いたいことがあったらはっきり言えばいいんだよ。理屈になりやがって。つまりお前あれだ、結婚できれば誰だっていいんだよ。だから俺がわがままし放題でも我慢してんだよ。結婚しちゃえばこっちのもんだって思ってんだろ。俺そんなの嫌だからな。誰でもいいから結婚したいなんて、そんな気持ちで結婚されたら俺は絶対嫌だからな。泣くなバカ。そっちこそさ、私とお情けで結婚するんじゃないの。私のことそれほど好きでもないのに。だったらどうすんだよ。そうなの？だからそうだったらどうすんだよ。どうすんだよ。おい早く。あいつはそうじゃなくても結婚前の女は気持ちが不安定になりがちなのに、なんか私自信なくなっちゃった。そんな自信なんて誰だってないわよ。本当にこの人でいいのかななんて急に不安になったりするもんよ。リカさんもそんな気持ちになったことある？あったよ、たくさんあった。そう言ってくれると楽になる。調子合わせてくれてるの分かるけど。調子合わせてるわけじゃないわよ。私なんて今でもなんか違うなって思うもん。旦那さん日曜日なのにお仕事、うん、泊まりになるかもしれないわね。大変ね、忙しくて。マリコ、聞いたわ、結婚。お、おめでとう。いや、びっくりした。そっか、まだどうにかなるって思ってたから。今夜付き合ってくれない？え？お願い、7時に例の店で待ってる。じゃあね。じゃあって、おい、さっきの味噌おいしかったでしょ。また行こうね。はい。ねえ、どっかでさ、なんか飲んで帰んね。
どこ行くんですか小暮さん。小暮さんだなんてマリコでいいのに。行こう。あのさほらよく来たよねこの辺。踊りでよか踊り。どうして私たちダメになっちゃったのかな。踊りでお茶でも飲みません。私ずっと意地張ってて。だからお茶寝上がってるだけで。お茶なんだか美味しくなっちゃったな。とってもお茶そんなだけどだからせめて思い出にしたいから。あのバカ。タエちゃん、ちょっとタエちゃん。偉そうなこと言っててさ。は？見損なったわよあんた。何が平和に静かに平凡に暮らしたいよ。自分で部屋乱しといてさ。ちょっと待ってよ。男はみんな同じね。卑怯でずるくて。タイちゃんの気持ち考えてあげないとね。ほんとダメになっちゃうわよあんたたち。は？自業自得ってやつか。どこが自業自得だよ。明らかに濡れ衣じゃねえか。まあとにかく早くタイちゃんに謝った方がいいよ。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。俺は何もしてねえよ。じゃあどうしてお前わざわざ会社総裁してまた俺のとこ来てんだよ。なそう言って欲しかったんだろ。ビビってねえで早く行けって。別にビビってなんかねえよ。くだらぬプライドは結婚の最大の敵である。武者の工事実奴なんてな。りょうじさんそれ本当？嘘だよ。タイちゃん電話しゅんちゃんから。いないって言ってください。いないって言ってくださいって。あ、違うんだって。誤解だよ。太鼓。太鼓。これだけ言ってもまだ昨日のこと疑ってんのか。じゃああのことはもういい。だけどこれだけは聞いてくれ。俺
なんか肝心なこと忘れちゃってよ。一番大事なのはお前の気持ちなのに、それ考えないで結婚のことを強引にいろいろ決めちゃって嫌だったろ。ごめん。ごめん。だけど俺同情なんかで結婚しようって言ったんじゃねえぞ。お前じゃなきゃ嫌なんだ。それだけは信じてくれ。好きなんだお前が。こんなこといちいちのバカみてえだけどよ、好きなんだよ。信じてくれ。これ信じらんねえならよ、俺も一生花が磨かねえぞ。私もしゅんちゃんがいいの。しゅんちゃんじゃなきゃダメなの。信じてくれんのか。私しゅんちゃんとお母さんともうまくやるから。俺だってお前とこの家族大事にするからよ。俺たちいい結婚して絶対幸せになるぞ。その後お体の具合はいかがですか。北海道は毎日寒い日が続いてると思いますが、風邪などひかぬように気をつけてください。私は父さんお願いします。これでお開きと。開きな。あとは引き出物だけだな。なんだまだ決まってねえのかよ。どうもな、これっていうのは見つかんねえんだよ。ごめんください。はい、こんにちは。はーい。はい、あ、こんにちは。どうも、林良二さんですか。はい、そうです。私、あ、どうも、こういうもんで。若森俊さんご存知ですか。王子高校の同級生。はい、知ってますけど。ちょっと彼のことでお聞きしたいことがあって。あいつなんかやったんですか。いや、そんな、実は若森さんに縁談の話があって、それでまあ過去の女性関係な。あ、大丈夫、迷惑かけないですか。まあそれはいいですけど、なんだったら本人と話しますか。え、ご苦労さん。若森さん。じ
じゃあすいません、今日帰りますから。おい、ちょっと待てよ。誰から頼まれたんだよ。探偵社は依頼主明かさないんですよ。あら、逃げバカ野郎。お父さんにしてみたら心配になっちゃったんだろうね。いつまで経っても家に来ないしさ、どんな人かって。失礼じゃねえか、こんなやり方。一体俺のどこが気に食わねえって言うんだよ。そういうならしゅんちゃんだって失礼でしょう。やっぱり一度は顔出すべきだし。それはそうだな。あ、私もそう思いますよ。もしかして結婚詐欺だと思われてんじゃないの。おい、あんまりふざけないでくれよ。しゅん、とにかく行けよ。そうですよ、絶対行くべきですよ。行きなさいよ。分かったよ。そんなに言うなら行ってやろうじゃないか。タイゴ、行くぞ、お前の実家。親父と勝負だ。ちくしょう。以前太子さんに聞いたんですけど、北海道の節分はこう落花生をまくそうですけど、本当ですか？本当ですよね、太子さんから聞いたんだから。いやいや、あの後でこう拾って食べれるから便利かななんて。あのあれですってね、北海道はゴキブリが出ないんですってね。いいなあ、うちの袋なんかゴキブリ大っ嫌いだからな。あのタバコ、あれですか、この辺はあのやっぱりクマなんかこう出ちゃっちゃうんですか。やっぱりクマ怖いですからね。少し黙ってるよ。はい、はい、一服してください。おお、やった。もうやったんだよ。よいしょ。父さん、ずいぶん声の感じが変わったね。うん、ここんとこ息遣いも荒くなってきてんのよ。気がつかなかった？うん。あ、それなのに
あんなに働いてて大丈夫なの？変に止めても気づかれると思ってね。それにもうね、寝てても起きてても変わらないだろうって。そんならせめて好きな仕事しててもらって。ほら、今度入院ってことになったらもうそれっきり病院出られなくなるって言われとるし。あ、放射線治療は大丈夫？父さん変に思ってない？うん、大丈夫。あ、これだ。母さん、なんだかサバサバしすぎてない？そうか。そうだよ、冷静すぎる。諦めきっちゃうとああなっちゃうのかね。何？あ、さっきからなんだか上の空。お父さん、俺のどこが気に入られるのかなって。俺区役所にも一生懸命働いたんだぞ。お父さん、まだ何も言ってないの？みんなで飯食った時見りゃ分かるだろ。俺には全然口聞いてくんねえんだよ。嘘、やだ。私てっきり大事な話は終わったのかと思ってた。全然喋ってくんないよ。どうする、このまま許してくれなかったら。お父さん、もう大の大人が何照れてるのよ。なんで若森さんとちゃんと話ができないの？もうだってお父さん、探偵社の人使って若森さんの女性関係調べたんでしょ。私もうしゅんちゃんになんて言って謝っていいか分かんないよ。お父さん、あ、じゃあ私ちょっと出かけてくるから、あとは男同士ちゃんと話しつけといてよね、今夜中に。え、お前どっか行っちゃうのかよ。うん、クラスメートと会わなくちゃいけないしね。はい、式のこともあるし。じゃあ俺一人？大丈夫大丈夫。ずいぶんお強いんですね。お体に障りませんか？僕も弱い方じゃないんですけどね、このピッチには。僕は日本酒よりも割とバーボンとかいただきます。お母さんは？寝たべ。あ、じゃあ信吉君は？あいつも離れてもう寝たべさ。そうですね。どうぞ。お父さん、たまに出るから気ぃつけりゃ。出る？え？熊だ。あんたさっき聞いたべさ。聞きました。6年目によ。はい。親子3人でキノコ狩りにこの裏山さ入ったんだわ。はい。舞茸を袋にいっぱい入れて帰ろうとした三人がよ、ばったり会っちまったんだ。熊にですか？真っ正面だ。それでその亭主どうしたと思う？どうしたんですか？逃げた。逃げた？一人で逃げた。一目散に加賀屋くったらちっちゃいガキを置いたまんまな。
だどもよ、熊ってやつは逃げるものを追っかける性分があるんだ。だからその熊はよ、その亭主を追っかけていて、こうよ、いって頭から首にかけてざっくりだ、即死だ。即死。それでそのカカアとガキは助かったんだ。あんたどう思う？どうって、その走ってた男をどう思う？おっかなくなってカカどもを置いたまま逃げたのか、それとも熊の習性知っててカカやガキを助けるために走っていったのか、どう思う？さあ俺はよ、きっとそいつはカカやガキを助けるためにてめえで犠牲になって走っていって熊の木引こうとして、そう思うんだ。そういうふうに信じるっていうか、男はよ、家族を守る責任ってもんがあっべや。それが周りの人間どもはああでもねえこうでもねえって言って、おまけに肝心のカカアまで死んでしまった亭主をバカ呼ばわりし腐って、俺はな、そいつは すごいやつだと思う。そいつと俺はちっけえ頃から山さ行ったり川さ行ったりして二人で遊んだ。俺はよ、今まで命がけで家族を守ってきたんだ。はい。だからあんたもこれから娘を命がけで守ってやってくれ。仕事っぷり見ればどったら男だかすぐわかる。探偵者は俺が頼んだんだ。許してくれや。どんな人なのか皆目見当もつかなかったもんだからさ。いえ、そのことはもう君の一切のことはあんたが好きなようにやってくれ。あんたと太鼓の問題だからな。はい、幸せにしてやってくれや。俺の注文はそれだけだ。娘のことはどうかよろしくお願いします。
すいません遅れました。ちょっと手伝ってくれよ。はい、ままま、はい、くしょっと。おめでとう。いい家庭つくんだよ。しゃがみ込んで、やっぱりお父さんのことか。多分母さん、ああやって毎晩一人でこっそり泣いてるんだと思う。サバサバしてるとか諦めきってるとか、私一人でそんなこと言ってバカみたい。父さんや私たちの前じゃ前と変わらずに振る舞ってすごいな。お母さんすごいよ。私の目標はお母さんだよ。山本です。もしもし、もしもし、私リーカこんばんは。もう飲んでるの？珍しい。どうしたの？やっぱりダメだった。私たちもうダメ、全然ダメ。離婚します。離婚って、ちょっと待ってよリカさん、嘘でしょ？本当別れるの？あんな派手な式挙げてさ、あんな有頂天になっててこんなにすぐ別れちゃうなんてバカだよね。だけどさ、あいつさ、あいつさ、自分の仕事の悩み別の女なんかに慰めてもらってさ、それで私はただたまに料理作ったり靴揃えたり、それだけでさ、そんなのどうしても許せないの。こんなはずじゃなかったらな。ねえべさ姉ちゃん、今時だな。こんな田舎だって誰だって式挙げんだべ。だから式を挙げないっていうわけじゃないのよ。父ちゃんそんでもいいんか？じゃったらせめて新婚旅行はさ加減した方がいいんじゃねえか。ハワイなら日本語でも平気だし、あのブランドもんっていうのも安く売っちょるしろ。冬ならちょうどいいわな。あっちは常夏だで姉ちゃん。ハワイだったら手軽よね。うん、確か本家のマサールんとこもハワイだったよな。土産に T シャツもらったんだよ。披露宴はいいとしてもね、母さん式だけでも考え直せないかと思ってんだけど。でもさ、俺ん時の親族紹介には参ったぜ。父さんさ、もう上がっちゃって10秒ぐらい待って話すしさ、もう美智子は隣でパパパパ笑ってるしさ。今度は信義がおやり。父さんああいうことはダメだから。いやそんな、いや、どうしてかな。でも本家のおじさんがなんて言うかしらね。そうだよな、やっぱり父さんがやった方がええよ、やっぱ父さん少し上がっててもよ、うちの対面ってもんがあるからや。もうやめろや信義。はい。若森さんはな、妙子と二人だけの金で自分たちにとって最高の式を挙げるんだぞ。式から旅行から父さんの金で済ませて、偉そうにすったらこと言う資格なんかねえと。父さんは反省してるんだ。
あったらもう兄ちゃんにかけてしまって、お前が後継ぐって言うから甘やかしてしまったんだ。すいません。赤嶺さんの言うように大事なのは中身だろう。昔な、父さんが農業高校に行ってた頃、あの時は確か畑作か土井の試験だったと思うんだけどな、耕作方法の問題が出て、その答え父さんが間違ってるっていうのよ。父さん何言ってんだべ、今は結婚式の話してんだ。黙って聞いてな、引っ叩くよ。その時父さんは先生に逆らってよ、先生俺んちではこういうふうに確かにやってきたんだ、それなのにどうして間違いなのさって、そりゃ教科書通りじゃないかもしれねえけど、俺の父さんは20年間もそうやってやってきたんだよって言ってやった。言ったら先生は少し考えて丸くれた。中森さんの言うことはお前たちにとっては間違いかもしんねえけど、俺は丸だな、こったらでっかい丸だ。何にも教科書通りなんかやらなくたっていいべさや、自分のやり方が間違ってなければそれでいいんだ。さ、はい、勝手なお願いがあるんだけどもな。いや、あんた引き出物はまだ決まってないって言ってたけどさ、赤森さんは親からの援助は一切受けないって言ってたけど、太鼓の父親として俺は一つだけ余計なことをさせてもらうわけにはいかないべか。何でしょうか。引き出物をな、俺んとこで取れた野菜にしたらどうかと思ってさ。野菜田舎も丸出しだけど、太鼓が生まれ育った土地でその野菜を皆さんに食べてもらいたいのさ。5月はアスパラ、6月は大根、7月トウキビ、8月はメロン、9月は芋だ、10月人参。らしいもんでもないんだけども、披露宴に来てくださる人たちに旬のものを、その月その月のものを送ってやりたいんだ。そういう引き出物だけど、当日はその目録だけしか送れないけど、そしたらことダメダメかな。いえ、ぜひぜひお願いします。とってもお願いします。あ、そうかい。父さん、ありがとう。だけど、ほら最後までやれるかどうかわかんねえと。だけど、その時はお前が責任持ってやれ。分かってるべ。
赤森さん、飲もうや。すみません。お茶にしようかね。どうぞ。私もやるから。違う。それは思ってた以上に素晴らしい、あったかい四季と披露宴になりました。私たちと、それから結婚の証人になっていただいた水谷先生、良二さんの4人で近くの神社にお参りをして、その足で区役所に婚姻届を出しました。それが私たちの結婚式でした。お願いします。それから区民館の一室を借りてお披露目の会を催しました。乾杯の温度は水谷先生にやっていただきました。服装はみんなほとんど平服に近く、私もあの時縫ったチュールをかぶらなければ招待客の一人に間違えられそうなくらいでした。もちろんお色直しもありません。ウェディングケーキはなし。良二さんが中心になってみんなで作ってくれたお弁当を食べる間はスピーチもなし。私たちの経歴紹介などはプロフィールや家族構成をまとめた印刷物を皆さんにお配りして、それで済ませました。良二さんが本日は禁句など一切ありませんなんて叫んだものだから、しゅんちゃんのおばさんの日本舞踊の後は水谷先生が私と別れても好きな人をデュエットしようと言い出し、それから寺岡さんと寄せばいいのに、最後にはなぜかしゅんちゃんと恋は終わったのと次々歌わさせられました。千代に八千代に互いに愛はし、誓いの言葉、指輪の交換、本日はしゅんと、それからしゅんちゃんのお母さんが挨拶し、私の父が引き出物の説明をしました。そして最後に私たち二人から皆さんにお礼を申し上げて会話を開きとなりました。本日はお忙しいところ本当にありがとうございました。あの、僕たち二人はまだまだ若いですけど、とにかく頑張りますのでよろしくお願いします。それから最後に、おふくろ、俺いろいろわがまま言ったけどさ、ありがとう。今まで本当にどうもありがとう。いけないことや考えなくてはならないことがまだたくさんあるように思います。でも私はそういうことから少なくとも逃げないでいたい。
あの結婚式の時のように、時には喧嘩してもいいから、しゅんちゃんと二人力を合わせ、互いに支え合って暮らしていきたい、そう思ってます。リカさんもどうか元気出して。いろんなことがあったけど、それでもこんなに頑張って生きてるよっていう、そんなリカさんが私は好きですから。それからねえ、ん、あのマリコさんっていう人はさ、しゅんちゃんの2人目の彼女になるわけでしょ。で、私が3人目。お前突然何言ってんだよ。しらばっくれないでね。ちゃんと寺岡君から裏は取ってあるんですからね。あのバカ。でもさ、ほら、そんなこともうどう？そう？別にもういいんだけどね。だけどさ、私には就職したての頃付き合ってた彼女のことしか言わなかったよね。だってそれは、それはつまり嘘をついてたっていうことでしょ。反省すべきじゃない、夫婦間で嘘をつくっていうのは。はいはい、反省します。嘘でした。ついてはね、罰としてウェディングドレス1日レンタルして、サレジオ教会の前で写真を撮るっていうのはどう。なんだそれ。写真撮るだけなんだもん、いいじゃない。マジかよ。あ、もちろんレンタル代はしゅんちゃんのお小遣いの中から出すからね。